タイガー。タイガーは、イギリス海軍の巡洋戦艦で完全な同型艦は、ない、工実。本艦は、イギリス海軍の1911年度計画により一隻が、建造され、竣工は、第一次世界大戦開戦後の1914年10月。当初は、第四級巡洋戦艦と、全く同型の四番艦となる予定だったが、 日本の混合型巡洋戦艦と比べ主砲塔の配置に遜色があることから急遽設計を変更して建造された艦である。機関配置が戦隊中央部に集中したことにより、ライオン級において2番3番煙突により社会が狭められていた3番砲塔が真後ろに射撃が可能となり、後方火力が倍増した。 タイガーの船体設計はアイアンデューク級船艦の巡洋船艦カバンであって混合型とは直接的には関係がない。またタイガーの走行配置はライオン級と同じで混合型とは異なる。よってタイガーを混合型の改良型とする説は誤りである。しかしタイガーの設計時に混合型の機関配置を参考にした可能性はある。混合型はレシャブ5 エリンを巡洋戦艦化したものであり、レシャドもセイ、エリンはキング・ジョージ5世級戦艦をタイプシップとしている。タイガーのタイプシップであるアイアン・デューク級はキング・ジョージ5世級の改良型であるため、両者は共通の先祖を持っているとも言える。本艦の船体形状は全級に引き続き、朝鮮首脳型戦隊を採用している。艦首は浮力確保のために、 水薦下が突出していた。傾斜、視野の全くない監視看板上に、マーク534.3センチメートル45口径、砲を収めた連装砲塔を背負い式で2機装備し、2番砲塔基部から上部構造物が始まり、その上に司令塔が立ち、その背後に操打環境を組み込んだ前向きの三脚式の全部マストが立つ、本艦は収益時から、 頂上部に射撃式室が設けられた。本級の煙突は全球と同じく3本煙突で、あるが全球の反省から等間隔に並べられた。煙突の周囲は関西艇置き場となっており、1番2番煙突の左右に設けられた単小灯台を基部として、片元1機ずつ、小型クレーン2機と3番煙突手前の大型クレーン1機の計算機により運用された。 上部構造物は3番煙突と後部指令塔が立ったところで終了し、船体中央部に3番手砲塔が後ろ向きに1機、さらに後部甲板上には4番手砲塔が後ろ向きに1機、配置されたことにより、間隔の離れた背負い式配置となっており、後方火力が全球の倍となっていた。本級の複砲であるマーク7メ5 2ル、四4 5口径。 速射砲は上部構造物の側面部に1機、船体中央部にケースメイト配置で片ゲー4機ずつ、3番手砲等の後方に片ゲー1機の計12機を配置した。他に、甲板上に対空火器として7.62センチメートル40口径広角砲が単装砲がで2機を搭載した。収益後のユトランド沖海戦後に3番煙突の 後方の見張り所を高くして単小灯台を設置した。1918年に全部マスト状の射撃式室を拡大化して即挙儀を設置した。この時に3番クレーンの基部を短脚式の後部マストへと改造した。1922年以降に3番4番主砲塔の砲塔即挙儀を大型のものに換装した。 1924年に 7.62cm40 口径広角砲2基を撤去し、10.2cm45 口径広角砲を乾装砲芽で4基に強化したが後に2基に減少し、1925年に 10.2cm 広角砲をすべて撤去して、代わりに新型砲芽のマーク IQ 回 7.6cm45 後継降格法四機に改められた。一九百二十八年に近接火器として、ビッカース四センチメートル、三十九後継、ポンポン砲を単層法画で元を追加したが、後の九月に撤去した。一九百二十九年に七点六センチメートル、四十五後継降角砲四機を撤去し、代わりに、新型のマーク、VHA 十点二センチメートル、四十五後継。 公格砲を4機に更新された。本級の手法は、マーク5912年型 34.3cm45 口径砲を採用したが、手砲塔は全級、クイーン・メリーにのみ搭載された新型砲塔を採用したことにより、重量弾も運用することが可能となった。これにより全級の 567kg の砲弾から 635kg 砲弾を、 最大行角20度で射距離21710メートルまで届かせることができ、射程9144メートルで原則走行318ミリメートルを貫通できる、性能できる性能であった。砲塔の不行角能力は行角20度、不角3度で発射速度は毎分1.5発であった。旋回角度は守備線方向を0度として、 左右150度の旋回角度を持っていた。本級の複砲は体育畜間火力に欠けていたことから、新設計のマーク7901年型 15.2cm45 口径速射砲を採用した。その性能は重量 45.4kg の砲弾をい距離 2740m で、原則走行 51mm を貫通できる性能であった。 発射速度は毎分後から7発、方針の行角は15度、不角のなどで動力は人力を必要とした。車会は80度の旋回角度を持っていた。その他に第一大戦後に飛行船からの爆撃が指摘されたために7.62センチメートル単装光格砲を、甲板上に2機を搭載した。対艦攻撃用に53.3メートル水中魚雷発射管を、 単装で4機を装備した。全級において、船体中央部から3番手砲塔を挟んで、観光部に分散配置されていたボイラー室を、本級は中央部に集中配置したために第一次大戦前の装甲巡洋艦と同じく全部に、ボイラー室、後部に、機関室を置く、旧時代的な配置をとっていた。ボイラー室は、横隔壁で5室に分かれており、 艦首から7機プ,機プラス8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 機と配置しており、1番煙突がボイラー15機、2番煙突が8機、3番煙突が8機を担当していた。5番ボイラー室とタービン室の間には3番手砲塔の中央部ダムやがあるため、3番手砲塔と4番手砲塔の間隔は離れていた。ボイラー形式はバブコックウィルコックス式石炭。 重油混焼水管管39機に、新型のブラウンカーティス式直結タービンを高速型1機と低速型1機を一組として2組で4、軸水進で、講師時には18000馬力で、速力30.0ノットを発揮し、通常は最大出力85000馬力で、速力28.0ノットを発揮した。燃料は、石炭2450トン。 重油2450トンで、カタログデータは10ノットで4650回りまでしか、航行できず、巡洋艦のように遠出はできなかった。防御方式は、当時の主流として、全体防御方式を採用しており、原則走行体は1番主砲塔から4番主砲塔の弾薬庫を防御すべく、長さ198メートル、高さ3.5メートルの範囲を防御した。しかし、 2 2 9ト、mm、ル走行で守られるのは、機関区のみで、前後の弾薬庫は最厚部でも1 5 2ト、mm、ルでしかなかった。手砲弾薬庫は、原則走行と別個に7 6ト、mm、ル走行で覆われていた。水線下防御はあまり重視されておらず、石炭庫で浸水を止める考えで官邸部のみに重艇であった。水平甲板の走行は、 主幹板が25から5 1ト、mm、ルで、水線部走行と接続する部分は傾斜している。これに、最上幹板の2 5ト、mm、ルで敵弾を受け止め、剥離した走行板の断点、スプリンターを主幹板で受け止める副構造とした。主砲塔の走行は、前盾と側盾2 2 9ト、mm、ル後ろ縦2 0 3ト、mm、ル 天外は、前縦に近い傾斜部分が8 2ト、mm、ルで、平坦部が6 4ト、mm、ルであった。基部のバーベットは、甲板上は2 2 9ト、mm、ルだが、最上甲板の元は1 5 2ト、mm、ルとなり、主甲板から下では1 0 2ト、mm、ルでしかなかった。主砲塔の弾薬庫の装甲圧は、水線部76から1 5 2ト、mm、ルとかなり薄くなっており、主砲に見合った。 防御力はなかった。複方のケースメイト、砲角は、全球では無装甲で危険であったが、タイガーは 127mm から 152mm 装甲が貼られて強化された。本級の防御力は実戦において証明された。1914年8月に第一次世界大戦が勃発した時は、タイガーはまだ、ジョン・ブラウン社のクライドバンク造船所で建造中であった。 タイガーは1914年10月に収益し、デイビッド・ビーティー・クが率いる第一巡洋戦艦戦隊に編入された。戦隊には他には巡洋戦艦ライオン、プリンセス・ロイヤル、クイーン・メリーが所属していた。1915年1月24日、タイガーはドッカーバンク海戦に参加した。この海戦でタイガーは複数の命中弾を受け、 10人の乗員を失った。また、タイガーは225発の砲弾を発射したが、命中したのは1発のみであった。1916年5月31日のユトランド沖海戦では、タイガーはドイツ海軍の巡洋戦艦から15発の11インチ砲弾を受けた。このうち13発は巡洋戦艦モルトケからのものであった。この海戦では、 上院24人が戦死した。戦死者の大半は、海戦初期に、旧砲塔に大損害を与えた、命中弾によるものである。ユトランド沖海戦での損傷は7月2日までに、修理された。修理完了後、ライオンが修理中の間の臨時の第一、巡洋船艦染隊機関を務めた。1917年11月17日、タイガーは、 第二次ヘリゴラントバイト海戦に参加した後、北海における紹介活動などを行った。第一次世界大戦後の1919 19年から1922年にかけて大西洋艦隊に配属され、この間に定められた1921年のワシントン海軍軍縮条約でも保有を認められた。1924年から1929年にかけて、 放日練習官となったほか、1929年、フットが改装のため艦隊を離れた際は、短期間ではあるが巡洋戦艦船隊に復帰した。なおこの際、ロイヤルオーク事件の当事者の一人であるケネス・ドアー、少将がタイガー艦長として着任している。その後、1930年のロンドン、海軍軍縮条約により廃棄されることになり、1931年に、 除籍後の1932年2月に解体のため売却処分された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。